天神森古墳は、山形県東沖玉郡川西町にある、古墳時代前期後半のものと推定される、前方後方墳。山形県指定史跡。大きさは、全長約75.58メートル、高さ約4.26メートル、後方部幅51.05メートルで、周りには周行を持つ。昔から、天神森の墳球は、古墳ではないかと。 指摘があったが、1980年5月の川西町教育委員会と万切り会による調査から前方後方墳であることが確認される。さらに1982年、明治大学の大塚初重教授の調査により、東北地方で最大の前方後方墳であることが判明した。そして翌年、1983年に発掘調査が行われ、 紛糾や修行から出土した、帝武先行土器、広口亀型河原家と仙台役あずま遺跡の遺物との比較分析から、4世紀末から5世紀初頭頃に、築造されたものと推定される。主体部である被葬者の埋葬部分は、未発掘である。1984年7月17日には、山形県指定史跡となった。帝武先行土器、広口亀型瓦家。 水器、はじき、赤焼き瓦家、片口土器郵便番号999-0121、山形県東沖玉郡川西町大和田城、小松社会教育課1982、P 調査要項社会教育課1982、P16 社会教育課1982、P22 社会教育課1982、P1 社会教育課1982、 P16AB 社会教育課 1982P4 社会教育課 1982P8 巻に寄せて AB 社会教育課 1982P14 社会教育課1982ピアニッシも2122ありがとうございます